こんにちは。今日はいろんな味のお餅をたくさん食べたいと思います。はい、では今回はお餅の大食いということでいろんな味を用意しました。いっぺんに作るとお餅が固くなってしまうので、その都度ね、作っては食べ、作っては食べの繰り返しをしていきます。それではいただきます。まずはじめにくるみだれの素で食べます。一袋に小袋3つ入ってます。これね、袋の後ろに作り方書いてあって、まず1、お餅を茹でます。2、器に本品を入れお湯大さじ1を加え、よく混ぜ合わせます。まずここまでやります。私は2個食べるので2袋入れます。そして大さじ1、私は2袋入れたので2杯分入れます。お湯を入れ終わったらよく混ぜます。もうね、混ぜてる時にくるみの香ばしい香りがします。3、1分経ったら茹でた餅に絡めて出来上がりです。これ茹で餅って書いてあるんですけど、焼き餅でも美味しく食べれるみたいです。はい、そして1分経ったものがこちらです。少し固まってね、ペースト状になりました。最後に茹でたお餅と絡めたら完成です。はい、完成しました。こんな感じです。このタレを作ってる時に、あれちょっと量少ないんじゃないのかなと思ってたんですけど、実際茹でた餅と絡めてみるとね、ちょうどいいんですね。すごく美味しそうです。それではいただきます。ふわふわ美味しい。粗挽きくるみだからしっかり食感も残ってるし、香ばしい香りもいいですね。でね、ほっこりする優しい甘さなんですよ。このタレはね、パンとかお団子とかアイスにのせても美味しいみたいで、確かに何にでも合いそうです。ほんとね、飽きのこない優しい甘さで、そこにくるみの香ばしさが来るから永遠に同じ味食べてられそうです。本当に美味しくてね、最後の最後までね、すりつけたくなっちゃう味なんですよ。もうね、お皿をベロベロ舐め回したい、それぐらい美味しいです。次はずんだ餅の素で食べます。ずんだ餅も一袋に小袋3つ入ってます。ではまずタレを作ります。これもね、さっきとやり方は同じで、お餅を茹でて本品を入れてお湯を入れてよく混ぜ合わせて、1分経ったものをお餅と絡めます。大きい袋だけじゃなくてね、小袋にもちゃんと説明書いてあります。うわすごい。もうこの目の前に茹でたての枝豆があるみたいな、そんな強い香りがしますね。はい、1分経ったずんだあんがこんな感じです。そして最後に茹でた餅と絡めます。はい、出来上がりがこんな感じです。すっごい美味しそう。いただきます。美味しい。もはや粉から作ったとは思えないぐらい枝豆の食感がしっかりしてるんですよ。これがフリーズドライ製法の力なのね。くるみ同様とっても優しい甘さなんですけど、そこにね、ほんのり塩気が加わってね、後引きますね。茶豆を 100% 使っているからか、本当にね、枝豆の香りが強いです。私今回砂糖の切り餅食べてるんですけど、砂糖の切り餅って滑らかで伸びて美味しいんですよね。だけどね、ちょっとね、私が茹ですぎちゃったのもあるのかな。ずっと噛んでたいのにシュトントンってこう入っていっちゃうんですよね。だからね、皆様もこれから寒くなってお餅を食べる機会が増えると思うんですけど、喉にね、詰まらないように注意して食べてください。お皿にね、ついてるものがね、もったいないと思っちゃうの。それぐらい美味しいからしっかり絡めて食べたいんです。ずんだ餅好きな方はぜひお試しください。とっても美味しいです。次はみたらし餅の素で食べます。これも一袋に小袋3つ入ってます。みたらし餅のタレもくるみとずんだと同じやり方です。お餅を茹でている間に作ります。1袋に対してお湯を大さじ1杯入れます。
そしてよく混ぜて混ぜ終わった後1分待ちます。あ、これみたらしか。なんかね、お団子屋さんのね、醤油の香ばしいいい香りがします。はい、1分経ったものがこんな感じです。そして最後に茹でた餅と絡めます。はい、出来上がりはこんな感じです。作り始めてからずっとお醤油の香ばしい香りがしてます。いただきます。すっごい美味しい。さっきからしつこく言ってるけど、香ばしいね、お醤油の香りが強いので、香りだけ嗅いでいたらね、醤油団子のような感じなんですけど、味はね、しっかりみたらしの甘じょっぱで美味しいですね。そしてね、あられの食感もサクッと残ってて、香ばしさがプラスされています。タレがね、とろっとしててしっかりお餅と絡みついてますね。甘じょっぱで甘が強いけど、それをね、上回る香ばしさなので、一番ね、食べ慣れた味ではあると思うんですけど、原点にして頂点というか、やっぱり美味しいですね。このね、香ばしい粒あられがいいアクセントになってるんですよ。みたらしあん美味しいですね。アイスと白玉乗せたところにかけて食べたいです。次は黒蜜きな粉を食べます。これはね、きな粉と黒蜜2袋ずつ入ってます。黒蜜きな粉はね、他の3つと違って、茹でたお餅に粉をかけるだけで出来上がります。きな粉と黒蜜2つで1セットです。なので2個食べるときは全部かけます。まずはきな粉かけます。うわ、すごい、結構たっぷりかかってる。そして黒蜜かけます。はい、出来上がったものがこんな感じです。美味しそう。黒蜜きな粉で食べるとき、私ちょっと変なのかもしれないんですけど、きな粉でね、黒蜜が弾いちゃうじゃないですか。だからね、少し混ぜるんですよね。こうやってね、混ぜたものにね、絡めて食べるのが好きです。いただきます。そりゃ間違いないって。これがね、一番分かりきった味かもしれないですね。だけどね、分かっているからこその信頼度は高くて、本当に美味しいです。とろっと濃厚な黒蜜に香ばしいきな粉、そしてね、きな粉がね、お砂糖とね、少しお塩が入ってるので、甘い中にもね、後引くしょっぱさがあるので、何回も言っちゃうけど本当に美味しいんですよ。信玄餅とかね、好きな方はね、絶対好きですね。きな粉なんでこんなに甘いのに美味しいの？ずっと前からある組み合わせだけど、これを超える組み合わせを私は知らないです。このね、丸美屋のお餅亭シリーズ全部大当たりです。本当に美味しい。こんなにね、手軽に作れてね、美味しくて、なおかつ安い。お値段以上の価値があると思います。全部美味しい。最後はね、私の好きな食べ方で食べます。まず焼いたお餅を用意します。そして醤油とバターを用意して焼いたお餅を入れます。焼いたお餅でね、バターが溶けるので、最初から溶かさなくても大丈夫です。そしていい感じに浸ったら海苔に巻きます。塩分取りすぎなのは分かってるんですけど、もうこれでもかってぐらい醤油に浸しちゃうんですよね、いつも。そして海苔で巻きます。はい、完成したので食べます。美味しそう。ここに来てのしょっぱいお餅は震えるぐらい美味しいです。美味しすぎる。醤油一味、海苔もよくやるんですけど、やっぱりバター醤油が多いですかね、一番。お醤油にバターのコクがプラスされて最高なんですよね。本当に美味
しい、もう何個でも食べれそう。チョコ餅を作る時にいつも切り餅を半分にしてそれを使うんですけど、それに合わせてね、半分のやつでバター醤油食べちゃったんですけど、バター醤油はね切らないでそのままのお餅でやった方が美味しいかもしれないですね。次はチョコ餅。チョコ餅の場合はね、絶対半分にするのがおすすめです。こう一つだったお餅を半分に切ります。一つのままだと熱いし、チョコレートを中にねあまり入れることができないので、チョコレートをしっかり楽しみつつお餅も食べたいのって方は絶対半分にしてから入れた方がいいです。やり方は簡単で、焼いたお餅にチョコレートを挟むだけです。はい、出来上がり。もうね簡単でしょ。だけどね、お餅の熱でねチョコレートが溶け出してね、最高に美味しいんですよ。いただきます。美味しすぎた。あんころ餅大好きだったけどね、このチョコレート餅をしてからね、チョコレート餅の方が好きになっちゃったんですよね。私はねもうめんどくさいんでパワーでうわーってやっちゃうんですけど、ちょっと広げてあげるといいかもしれないですね。チョコレートを2個入れて、さっきね一口で食べたらね激アツだったので二口に分けます。最後の一口はスペシャルの食べ方します。もうね皆様、私がホイップ狂いだってことは知ってると思うので、惜しみなくかけたいと思います。もうね見た目は真っ白なんだけど絶対美味しいんですよ。いただきます。いやー、頭を抱える美味しさでしたね。もちもち、むしゅむしゅ、とろとろ。今までねチョコ餅はやってたんですけど、やっぱりホイップは何でも合うんですね。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。今日は大好きなお餅をいろんな味で試せてよかったです。お餅店のシリーズ初めて食べたんですけど、本当にどれも美味しくって、ぜひね皆様にも試してほしいです。私は見つけることができなかったんですけど、ホームページだと黒ごまとかクリアもあるみたいです。なので皆様も見つけた時はいろいろ試してみてください。あとね、バター醤油とチョコ餅に関しては安定の美味しさなのでお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さよなら。Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。どん兵衛豚汁うどん、出来上がりはこんな感じです。ああ、もう本当に美味しい。しっかり味噌味なんだけどまろやかさもあって、豚肉や根菜の旨味もあるしすごく美味しいです。袋別でね彩り七味がついてくるんですけど、それもいいアクセントになってますね。麺はねどん兵衛特有のつるんともちんとしたタイプです。油揚げもねしっかり厚みがあってね、何よりこのスープごぼうの風味が効いてるのがいいですね。はあ、美味しい。